警察白書とかですね、あるいは、犯罪白書とかいろいろありますけども、そういった犯罪統計には載らないような事件、まあ、これ案数と言います。こういった案数というのは実際には、ニュースで取り上げられるような事件の数倍以上実は起きております。まあ、そういった意味で本当に全国民が真実を学ばなければいけない、そういう時代になっていると私は思うんですね。悲しい事件とかですね、あの被害に遭われる方々を一人でも減らしていきたいというのが、あの私自身考えていることであり、その釣り越しの使命なんです。社会エネルギーがどんどん立ち上っていくんですね。そんな感じ。その時、パラッとします。簡単ですね。あこう相手の方向くような感じで、捕まえた瞬間、パッと。SK、でもいいですね。はい、これで、こうし、そのまま置く、あの、剣を置くようなんですね。そうですね。相手も、全然違いますし、ここ一発、こう、癒着が、気持ちはわかりますけど、入れると最後、相手鼻血なんか出たら、もう弁当です。殴られたって言われるので、障害なんですよ。これは障害になっちゃう。手を、はい、まず指先を意識します。そして手をクロスにしてそのまま下に落とします。大丈夫ですか？まだ続きないだから好きです。はい、これが落としです。で、これはですね、手を下ろすとハンデのところに行きますので、イメージはですね、あのこれイメージするというので、例えばこれ力入れてこれを踏んだらこれいらんじゃないですか。イメージはいらっしゃいます。このまま、いらっしゃいませって。こんなこと違う、ディズニーがこうやって、そう、いらっしゃいませって言って、ここに美味しい泉がありますよって言われてる。そうするとね、それだけで振り方が変わっちゃうんですよ。これすごい重要だと思います。あの、なんですね、技をかけるという認識があると、どうしても体重をかける、引くとか、いろいろし始めるんですよ。で、この充実量で大事なのは、その技という概念を生かせてもらうんです。あくまでも肩通り動いていただきたい。によって、あの本当に技が考え始めるので、まあ、それと体の構造だったり、本当に先ほどの土地の面に行くのが理解できる。まあ、基準を取るときに、あのなんかグッと引っ張ったりしないと、あくまでゆっくりスーッとそのまま固めます。こうです。あと、ここでずれてるのは、そのまま、そして固めて打つという形です。まあ、ちょっとした遊びです。やってみてください。で、その時に、グラップリング、格闘技でいうところのグラップリングってこうなるので、組んできましたら、組んで、で自分も組むんです。こんな感じです。ここから戦いが始まりますので、これなぜかというと、目的は勝つことだからです。勝つためにやるわけですよね。これわかりますよね。でも、勝つための戦いって、どうでしょうか？試合ならいいですよね。試合なら、まあ、勝つ負けるという戦いはしてもいいですけど、実戦はどうでしょうか？実戦の負けは何を意味しているかというのをよく考えていただくと分かると思います。負けるわけがないですよね。で、勝つための戦いって考えてみると、自分より強かったら相手のほうが勝つわけじゃないですか。自分は弱者になるですよね。で、そのためにだから努力しなきゃいけないですね。今度ね、相手に勝たないといけないんで、相手が強くならないといけないんで、頑張って努力しますよね。でも相手が強かったら負けますよ。永遠にトレーニングしないといけないですよね。終わりがないですよね。いつか限界が来るんです。これ生きて帰れないんですよ。だから我々って、特に都心鉄の世界って、戦いのループからもう抜け出さないといけないんです。終わりがないから。じゃあそのためどうすればいいか。目的を変えちゃうんです。それが何かというと、負けない戦いなんです。負けなきゃいいんです。トレーニング生きてますから。勝とうとするから負けるんです。で、負けない戦いにすれば、生きて帰っていく可能性って高くなるんです。格段高くなるんです。しかも面白いのは、負けない戦いにすると、すごく強くなります。これ面白いです。本当に。これ、後ほど皆さん、体験していただきたいんですけど、負けない戦いにすると、相手より、要するに自分より格上の人間だったとしても、互角か互角以上の戦いが可能なんです。これ本当なんです。これが負けない戦いのすごいところなんです。生きて帰れるし、死ぬこともないし、まあ、可能性としてですよ。可能性としては死ぬ可能性は低いし、場合によっては相手を、まあ、制することができると思います。それは負けない戦いなんです。まあ、魅力です。では、負けない戦いどうするのか。先ほど勝つための戦いのは相手を決めましたよね。では、負けない戦いどうするかというと、相手と付き合わないんです。重要なのは構えないんです。構えない、格闘技、これは戦う構えですよね。
腰はこうです。こうなんです。さっきちょっと見せましたけど、ね、手のひら効果って話しましたけど、ここは重要なんです。こうするんです。まあまあやめてください。ここからなんです。ここから攻撃、相手の攻撃に対して付き合わないという戦いになります。ちょっとつかみ回ってきてもらって、こんな感じです。はい、ちょっとエレクですね。全然付き合わないし、しかも必ず手がここにあるんです。姿勢調整を抑えるんです。だからもう邪魔で邪魔で攻撃ができなくなるんです。やってる時に組んできたら、あとこういろんな顔を変えるんです。こんな感じです。こうです。で、触る時に顔を抜くんです。こんな感じです。どうするかというと、そうですね、耐えられましたってなって顔の向きを変えてます。で、首とかこう取ってくんで、それをこうグッと崩してやっていくわけです。そうすると、まあちょっとやりにくいですね。ちょっとすみません、ここなんです。あとで止まります。ダン、これすごい重要なところなんですよ。ここ止めとかない。これこう入っちゃうと絶対、はい、打ってきたり、あとはどう打ってきたり、あと足を取り、そうそう投げたり、だから壁作らないといけないです。これは絶対守る。で、ここから相手の後ろに、これが我々 の投げ、回転投げるんです。回転投げの表なんです。この時にこう力を加えてるじゃないですか。頭はこっちに行くんです。腕がこっちです。切り替わるんですね。ただし手でやるとこれ投げられないんです。これも反応されますので、だから手はね、お手伝いなんです。あくまでも体幹の動き、体さばきの動きです。なのでどうするかというと、こう動くんです。こうやってこの状態っていうのは自分にとって一番有利な状態ですよね。相手は一瞬何もできない状態です。こういう時が一番危ないんですよ。これ相手何でもできます。蹴りもできます。はい。危ないです。だから必ず裏に入ってきます。で、最後の時はもう決定できるんです。簡単なことで、ここで崩すんですよ。これここです。ここでは絶対崩れます。ちょっと早く。人間ないんです。人間ないんです。だから、必ず崩れます。人間の構造理解してたら、必ず崩れますから。はい。今の動きでできるんです。頭でやるんです。こういう感じで。で、自分の動きです。同じ動きなんですけど、状態で入ったら動かして、ちょっと前に。自分の何かわからない。そうすると、無力化できるんです。そんなに手で投げるわけです。例えば、タイミングをずらすとですね。でね、でもタイミングをすると、崩れるんですよ。同じタイミングなんです。それで人間って崩れるので、だからこう当たった時も必ず両手なんです。両手なんです。これいきなりバーってこう殴り立ってくるわけじゃないですか。それに対しての技法なんですけど、これは考え方としては投げ方の開幕なんです。ちょっとやってみてください。ます。こうです。こうなんです。一瞬で終わらせます。ちょっとボールボールこれ出すように。そうそう、腰を中心にどっちかが崩れるんですよ。で、崩れたらそれを手伝ってください。で、膝蹴り入れて、さっきも投げるんです。このまま、螺旋に、できれば、キュッという感じで、キュッと投げるんです。簡単に投げるんです。はい。で、手はパンと離します。そしたら加速するんで。この場合は、その旋流でやるとちょっと違ってきます。ちょっとつぶらないです。はい。構えが下がると入りますからね。広がります。次から肘を押さえます。こんな感じです。
体に入るんです、その時にすでに。その時、圧力をかけながら顔面、まあ小手でも、拳でもいいです、入れます。そこから、顔面引き上げます。そして、エスケープです。これが、サバケの方が1なんです。ね、月はこうですね。あ、月ですね。月の場合は、こうじゃないですか。スラッシュは、こうです。こうです。こうです。同じ動きなんです。この中で取ってます。これを覚えないと、次の組でも全部いかないようになってしまう。こういう感じで、あ、スラッシュ、首、変わったですね。こうです。こうです。というふうにやらないと。同じ動きで全て対応しないと、とてもじゃないと、ものすごく速い動きで、完成できないんです。こういうふうに。で、これね、あいにてなる瞬間を起こします。匂いを起こします。で、膝上げます。そして、体操機。結構です。で、すぐ引き上げて、一瞬動けた状態で、使います。そして、押さえて、持って、こうです。で、膝上げ。そして、ツヤ。こう、あいにの形を持っていくと、肩がこう回転します。と同時に、頭はこういう回転を取りに加えると、ちょっと崩れると思います。これ片方をするからかかんないとか、いやない。これ両方やるとここはかかるんですよ。かなり多くです。はい。あ、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 先の投げる。あ、これだよ。そういう感じで取っていきます。あ、こう、手首、パッと打ちます。あ、こんな感じです。パッパッ。ここで、1に入ったり2に入ったりすると手をやっていきます。多分ね、皆さんの普段やってる格闘技と誰の動きが違うので戸惑ってる方もいらっしゃると思うんですけど、あくまでもこういう対、いわゆる対多人数とかあるいは対武器を前提としてその組み立てていくからこそ最初の初期の段階の例えば対打撃とかも特殊な動きしているとのことを理解したりとか組み立てていくと、いろいろとその不規則な、そういうその読めないような状況の中でも、それなりに対処できるようになりますので、こういったトレーニングがこういった稽古もぜひプレイしてください。